茨城県の神社。茨城県には多くの神社があり、それぞれに独自の歴史や文化があります。中でも有名な神社としては、鹿島神宮や常陸太田市の太田神社があります。鹿島神宮は、常陸の国の国譲り伝説に由来する神社で、関東地方を代表する神社の一つです。太田神社は、太田道灌が創建したとされる神社で、茨城県内でも有数の歴史を持ち、多くの人から信仰を集めています。また、水戸市には、日光東照宮を模した建物で知られる水戸光圀の墓所である偕楽園があります。偕楽園内には、国宝に指定されている水戸黄門祭りや、茨城県内最大の梅林などがあり、多くの観光客が訪れます。茨城県にはこれらの神社や偕楽園をはじめ、多くの歴史的な名所が存在しています。AI アシスタントを活用して、茨城県の観光情報を手軽に調べることができます。笠間市には、笠間稲荷神社があります。笠間焼の里としても知られる笠間市にあるこの神社は、商売繁盛や学業成就などに御利益があるとされ、多くの人から信仰を集めています。また、龍崎市には、龍神社があります。この神社は、龍神を祀る全国でも珍しい神社で、周辺には龍崎市という地名もあります。毎年、夏には龍神祭りが開催され、多くの人が訪れます。茨城県には、これらの神社や偕楽園、筑波山など、多くの魅力的な観光スポットがあります。AI アシスタントを使って、効率的に茨城県の観光情報を収集し、充実した旅行計画を立てましょう。